はい、どうも、ラキです。今日はスプラトゥーン2で遊んでいきたいと思うんですけども、まあ僕2年間ぐらい、スプラトゥーンっていうゲーム、そしてゲーム実況していてですね、全く編集せずに上げた動画ってまあそこそこあるんですけど、まあちょっと体調不良とか続いた時とか、もう全然編集できなくて、もう何事も、なかったように、まあ動画載っけてるわけなんですけども、実はあれノー編集だったりして、でちょっとね、うまく編集できない機会があってもな、同じこと言っちゃった気がするな。まあでもいいや。今日はですね、スプラトゥーン2をしながら、全く喋らずに、まだまじ逆、全く、編集せずに、行きたいと思います。そして実況をするにあたって、やっぱ実況なのでね、自分のね、発する言葉を止めてしまった場合、もし止めてしまった場合、終わってしまうじゃないですか。もう、人として終わってしまうじゃないですか。もう実況者として終わってしまうじゃないですか。もう自分で何言ってるか分かんないんですけども、今日は全く、喋らないことがなくなるように、もう何て言ってるか分かんない。もう本当にもう、ここ、マジでカットしなきゃいけないようなレベルぐらいの、内容なんですけど、今日はこれで戦っていきたいと思います。バトルは縄張りバトルですね。で、まだ武器選ぶとこなので、どうしようか迷ってるんですけども、とりあえずリールガンで行こうかしら。リールガンで行こうかしら。もう誰かもわかんない。俺自分が誰かもわからなくなってきた。さあ、縄張りバトルでやっていきたいと思います。やべ、間違えた。ガチマッチ潜っちゃった。やらかしましたね。いきなり縄張りバトルやっていこうと思いますと言いつつ、ガチマッチをしてしまうあたり。ちなみにこれなんですけど、喋るのがやめてしまった場合、僕がもし、何も喋れなくなってしまった場合ですね。何も喋れなくなってしまった場合は、終了。その時点で、戦いは終了。実況動画、この動画自体も終了となってしまいます。ということで、マッチングしました。ワジフライスタジアム。ガチ方向バトルよろしくお願いします。ちなみに闇上がりで、昨日ですね、38度ちょい、何度か忘れたんですけど、38度ちょい出ました。ちなみに平日は35度なので、僕からしたら結構38度ってもうインフルエンザレベルの大きさですね。結構高いんですよ。さあ、味方がなんか倒すじゃねえや。矛終わらして、矛終わって、ダメですね。はい、ちょっと、今止まってないよ。ちなみに今のは、イカスミはたまんないかなと思ってちょっと違うとこ打ってたんですけど、たまりませんでした。さあ、味方が強い。はい。味方が矛を持ちました。そのまま、前行くのか行かないのか。さあ、行きました。さあ、当たりません。僕の攻撃当たんないけど、味方が倒してくれました。これ、ボムで。これ、俺持とうかしら。私が持ちましょう。右のとこに、右から行きましょう。はい、味方強い。さあ、言うの分かってて。あー、しかし、やられてしまった。ちょっと無理やり、攻めてきました。もうちょい下がった方が良かったかな、今のは。ナイス味方。いい。さあ、勝っていく。一戦目いきなり勝っていく。さあ、僕の矛持ちが、敵陣地のブロックのとこまで行き、さらに味方が、まあ、ダメ押しのね、ゴールとして運んでくれました。さあ、僕はですね、一人称俺とか僕とか言ってるんですけど、ちょっとわけわかんなくなってきましたね。さあ、僕1キルで、刺身唐辛子さん7キラ強い。おめでとうございます。腕前も上がりました。ちょっと腕前2200というタイ。とても今戦いやすいタイなので、すごいやりやすいですね。はい、よろしくお願いします。さあ、次の試合に行きたいと思います。続ける。このね、待ち時間よ。この待ち時間なんだよね、大事なのは。まあ、ガチマッチやってるうちは、ぶっちゃけまあ思ったこと言ってるだけ、いつも通りやってるだけでいいんですけど、で、この待ち時間が長いと、もう俺死ぬ。アウト。終わる。あ、そう、お金がね、カンストしました。99,999,999 って言っていっぱいカンストしてて。で、まあ、サザエも100個近くあるんですかね。使い道ないので、こんな溜まっていきました。さあ、待ち受けました。いい感じに人が来ましたね。嬉しい。さあ、待ち受けました。アジフライスタジアム。またアジフライだ。最近アジフライ多いんだよね。なんかガチマッチやるたびにさ、アジフライなんだよね。アジしかいないんじゃない？この海には。この海にアジしかいない。食べ比べができませんね。ちなみに魚は僕食べれないんですよ。刺身とか食えなくて。いつも寿司を食いに行った時は卵とか、なんだろうな。はい、一人は割られて、ちょっと当たった。さあ、ちょっと当たった。だったけどやられてしまった。ちょっと味方助けて。頑張って。頑張って。ナイス。